こんにちは。今日は、購入品紹介をしたいと思います。もうですね、他の YouTuber さんたちもご紹介されてると思うんですけれども、私の近くのダイソーさんにもやっと新しい糸が入ったのでもしね、知らないなって言われる方もいらっしゃるかと思いますので、買ってきた分全部ご紹介したいと思います。まずですね、コメントとかでですね、よく教えていただくんですけれども、もう本当に最初なくて、でもね、今日行ったらかなりの種類とメランジテイストのね、色も揃ってたので、今日は本当に大人買いというか爆買いしてきました100均さんでこんなに糸をまとめて買ったのは初めてじゃないかなって思うぐらい、なんかすごいいっぱい買ってきたんですけれどもまあね、今から涼しくなるのでまだ暑いですけれども、ちょっとね、買って集めておこうかなと思ってちょっと買ってきました。まずですね、最初はこのファジーという糸になります。このファジー、かわいい色なんですけれども、なんかね、モヘアっぽいって書いてますね。モヘア調の柔らかさって書いています。これファジーっていうピンク色の糸になります。とですね、カラーナンバーが Z1 チェリーという名前です。チェリー、ピンクですね。ピンクと白のこのモヘアっぽい、見た感じすごいなんかこうケバケバっていう言い方おかしいけど、モヘアっぽい糸になるんですけれども、でもこれはアクリル 100% なんですよね。アクリル 100% で 40g の 160m、 棒針が8号、かぎ針が7号、これですね。かわいいんですよ。白とピンク、これ3色あったんですけれども全部買ってきました。一玉ずつですね。まだこれ何編むかとかも全然考えてないので、一玉ずつ買ってきました。こういう感じの表記になってます。ジャンコードがこちらです。これですね、これと、そしてこれ、この黄色と白とからし色とレモン色と、なんかマスタード色とレモン色と白っぽい色が混じったみたいな、これなんですけれども、これはどこにあるのかな、あった、色番が Z2 ハニー、かわいいハニーですこれもね、一玉だけ買ってきました。ジャンコードがこちらです。こういう糸って本当は苦手なんですけれどもちょっとね、ダイソーさんにあったので、もう本当勢いですね。勢いで買ってきましたねでもね、編むと思うんですけれども、でこれ最後ですね、3色あったので、これが色番が Z3 スカイ、これはですね、薄い水色とブルーとあと白が混じったような、このちょっと見てわかるかな、アクリル 100% なんですけれども、ちょっとモヘアっぽい糸ですね。ジャンコードがこちらです。かわいいんですよね、これね。なんか段染めでモヘア調の柔らかさっていうから、まあ、編みにくいのか、ちょっと私モヘアっぽいというか、そういうのはあんまり得意ではないんですけれども、でもね、色も可愛かったしですね、こっちもこのピンクもなんか薄いピンクとピンクと白って感じで、なんか 3色こう混じった感じのこの糸なんですけれども、これがチェリーですね。 Z1 のチェリー、これが Z2 のハニー、これが Z3 のスカイです。そうなります。これ3色、多分3色展開だと思います。これ何色かまだ全然思いイメージにも全くないですけれども、まあ引き揃えてもいいし、こ
これだけでも編んでもいいかなとは思うんですけれども、まあ、とりあえずこれ3色買ってきました。そして次はですね、ミストヤンの新色も出てました。こちらです。ですね、ミストヤンは4色あったと思います。色、ごめんなさい。1色がなくなってたので、わかんないんですけど、多分ベージュっぽい色がなくなってたのかな。あと2色あったのは、好きな色ではなかったので、ちょっと覚えてないというか、何色でしたみたいなことがちょっと言えないんですけれども、もうこの1色だけ買ってきたんですけれども、私毎年ですね、ミストヤンをね、皆さんの紹介している動画とかを見て、結局勢いで買っちゃって、で結局毎年もう多分ミストヤンは次出たら買わないと思いますとか言ってると思うんですけれども、でもね、どうしてもこの色だけすごくね魅力を感じてしまいまして、この色は買ってきました。ジャンコードがですね、こちらになります。これかわいい、すっごいかわいいんですよね。ここを見ていただいてわかる、編んでみないとわかんないんですけど、棒で編まないからちょっとわからないですけれども、まあ、引き揃えるかなとは思います。でもかわいいなと思って買ってきました。これだけですね。867番のストロベリームーンという糸ですね。これかわいくないですか。なんかめちゃくちゃかわいいと私は思ったんですけれども、こんな感じですね。棒針が、5から6号。かぎ針が5号ですね。で、35g の 140m。で、ポリエステルが 100%。こんな感じになります。色落ちする場合がありますので、単品で洗ってくださいっていうことですね。これ、2玉だけ買ってきたんですけれども、多分4色展開だったと思います。でも私はもう他の色はもう編まないなと思ったので、一つはね、本当に箱にカラカラだったので、多分ベージュっぽい白っぽい感じの色じゃないかなと思うんですけれども、これだけ、このなストロベリー、このなんて言ったらおかしいけど、このストロベリームーン、名前も可愛いんですけど、この色にやられてしまいました。このピンクと。なんかこの青紫となんか赤紫とピンクみたいな可愛くないかな。どうですか。ジャンコードお見せしましたよね。お見せしましたよね。見えにくいかな。これ可愛いなと思って、でもね本当は苦手なんですよね、ミストヤン。じゃあ買うなって感じですけどそれを言われたらちょっとねおしまいなんですけれども、でも今回もねやっぱり買ってしまいましたね。この色だけですけれども、ちょっと買っちゃったみたいな感じです。はいまたね何か編みたいなと思います。でまた私には合ってないなとかまた言うかもしれませんけれども、そこら辺もご了承ください。でもすごく色が可愛いのでですね、買ってきました。あとは去年もあったこのネップラメですかね、これなんですけれども、去年この色あったんですかね、よくわかんないけど3色ありました、ダイソーさんには、ブラウンとあとベージュっぽい感じ、この色あったかな、もしかして買っとったんかな、よくわかんないんですけど、こういう色すごく好きなのでこれですね、これ一玉だけ買ってきました。多分3色あったと思うんですよ。店頭には黒とあとベージュっぽいのがありましたけれども、去年は黒っぽいのもベージュっぽいのも買ったと思うんですけど、この色はなんか買った覚えがないので新色かなとは思うんですけれども、もしね間違ってたらごめんなさい。これですね、このネップラメ、ふんわりとしたモヘアタッチのネップラメですね。ジャンコードはこちらです。でこういう表記になってます。お手入れ方法ですね。あとはこれも、アクリルが 80%、 ポリエステルが 14%、 ナイロンが 6%、約 30g の 70m っていうことになってます。そして
棒針が13号、かぎ針が10号ですね。でカラーナンバーが言いましたっけ、ちょっとね光がすいません見えにくいかな、 NL4 ブラウンって書いてます。4って書いてますけど、でも3色しか店頭にはなかったんですよね。売り切れてる、完売している感じでも、色がある感じでもなかったし、3色だけ並んでました。このネップラメはこれはね、この色だけ買ってきましたよ。これも絶対引き揃えますなんかモヘアっぽい色は、モヘアっぽい色じゃなくてモヘアっぽい糸ってなんか絶対引き揃える感じがする。これにルミナスの何色やったかな、ちょっと忘れたけど、ゴールドっぽい落ち着いた品のあるゴールドっぽい色が家にあるので、そういうのとかも引き揃えたら可愛いんじゃないかなとかね思うんですけど、家にねこの間すごく断捨離をして、もう本当になんか使わないような糸、もうぐしゃぐしゃとかなった糸はね、もったいないけどね、ちょっと捨てちゃったんですよね。少しほぼ捨ててないですけどでもぐしゃぐしゃぐしゃってなった糸とか絡まっちゃった糸とか、そういうのも取ってたんですけど、ちょっとね捨てた糸もあるので、こういうのもねちょっと買ってですね、これはまた色が好きなので、このネップラメも2玉1色だけですけれども買ってきました。まあ、全色買えばいいんですけれども、編みそうにない糸はもう買いませんでした。黒と黒っぽいのとベージュっぽいネップラメ、去年はその2色は買ってます。今年これ多分新色だと思うんですけれども、もし間違ってたら本当申し訳ないですけれども、これを2玉ですね。そしてあとはですね、この可愛いなんかこうパステル調のリトルカラーというこの糸を買ってきました。これもなんかちょっとケバケバっとしたか、ケバケバって麻紐とかそういうのじゃなくて、ふわふわっとしたなんか感じですね。これもねすごい可愛いんですよ。色が全色ですね、全色買ってきたんですけれども、これはですね、ジャンコードがこちらです。そしてカラーナンバーが17番アイスグリーン、これですね、こういう表記になってます。これも色落ちがするのでって書いてますね。単品で洗ってくださいって。これポリエステル 100% です。 35g の 160m、 棒針が6から7、かぎ針が同じですね、6から7、75になってます。このね色もまた可愛いなと思って、アイスグリーンね、グリーンの薄いなんかすっごい可愛い、なんか春先っぽいけど、でも6色展開だったかな、多分 全色買ってきたと思うんですけれども、これとそれから次はこれですね、あと同じなのでカラーナンバーだけですね、これ18番のムーングレー、ジャンコードがこちらです。これはグレーですね、白っぽいグレー、まあ、意図的には細いですけれども、これ7号ってね、7号って書いてますけれども、6から7って書いてるけど、なんかこう見た感じすごい細く感じるんですけれども、1本取りで編めるかな、2本取りにしたらすぐなくなっちゃいそうだし、でもちょっとですね、 35g の 160m あるので、全色買ってきたのでまた前色で編もうかなとかも思うんですけれどもね、これですね、これムーングレーですね。それから多分ねもうご紹介されてる方が何人もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとねご紹介したかったので見てください。これはカラーナンバー19番フロスティーブルーっていう薄いブルーですね。こんな感じでなんかちょっとこう白がこう、混じってる、ぐしゅぐしゅって混じってる感じの、こんな色分かりますか？アップにするけど、こういう感じですね。
可愛いんですよ。なんか、本当なんか、秋っぽくはないんですけれども、でもね、すごいね、可愛かったので買ってきてます。あと、これですね。これが20番のミルキーピンク。こんな感じ。パステルカラーですね。本当になんか、春先にいいかなって感じです。今から秋の色って感じではないんですけれども、なんか絶対これ、全色でこう編んだら可愛いんだろうなと思って、もうなんかどんどん買ってきてますので、さっさ行きますね。21番のフリージアイエロー、フリージアイエローですね。黄色、薄い黄色ですね。レモン色っぽいけど、まあ、白がちょっと混じった感じ。こう見ていただいたらわかると思うんですけれども、この黄色ですね。バンバン行きますね。そして最後ですね、この、あ、ごめんなさい、私ジャンコード見せたかな、お見せしたかな、この、ごめんなさいね、もし見せてたらすみません、飛ばしてください。フロスティーブルーがジャンコードですね、こちらですね。それからピンクですね、このピンク、ミルキーピンクのジャンコードがこちらです。すいません、なんかいつもなんかね、ご紹介するときにちょっとどこを見せてないか、お見せしたかお見せしてないか忘れちゃうんですけれども、これですね、このイエローがジャンコードがこちらです。これもお見せしたかな、最初はお見せしたと思うんですけれども、もし本当お見せしていたら飛ばしとってくださいね。ムーングレーがこちらですね。それから最後ですね、最後はこれラベンダー色みたいな、ペールアイリスってか書いてますね。22番ペールアイリス、ジャンコードがこちらです。これですね、ごめんなさい、レンがまた後ろで彫ってますけど、すごく色合い可愛くないですか。なんかほら、紫、黄色、ピンク、まあアクリルヤンとかでもありそうな色ですけれども、やっぱりなんかちょっと違うんですよね。これでも細いなと思います。私的には6からかぎ針で編むんで6から7って書いてますけど、なんかちょっと細い感じがするので、多分2本取りで編むと思うんですけれども、ね、また何か編んだら見ていただきたいなと思います。次はちょっとこれをこっち側に置きますね。すごい可愛いんですよね。なんか可愛い色ばっかり出てて、もうね、本当はいつも1色とかで1色2色で終わるんですけど、もうこんなに買ってし、もう袋ごとガンガン下げて帰ってきましたけど、あとはですね、これですね、もう一番好きな糸です。今回見つけて一番好きな糸、このグリッターベールという糸ですね。しかもじゃない、この色がすっごく好きです。これ何色って言うんだろう、なんかですね、すごい綺麗な色なんですよね。498番アンバーローズって書いてますけれども、紫っぽいようなベージュっぽいような、何色なんでしょうこれ。すっごい綺麗な色でキラキラ、グリッターベールって書いてるから、このラメが入ってるんですけど、本当可愛い、可愛いというか綺麗だなと思って、一番最初にこれに目がいってですね、これをカゴに入れました。これですね、内側からお取りくださいって書いてますけれども、こんな表記になってます。もう全部なんか色落ちしますので単品で洗ってくださいって書いてますね。これは棒針が12号、かぎ針が8号って書いてますね。で、35g の 115m、 ポリエステルが 37%、 アクリルが 29%、 ナイロンが 29%、 ウールが 5%。 これすごい可愛いとか思います。可愛いというかもう綺麗。ほらこの色、なラベンダーじゃないけど、何色っていうんですかね、ね、綺麗ですよね。これ本当
ちゃんこでお見せしましたよね。ローズって書いてますけどね、アンバーローズ、綺麗と思って、これ本当にこれに惹かれたんですよね。これ一番一押しです、今回の糸で皆さんどうか分かんないけど一押しなので、これはあるだけ買ってきたんで、あるだけって言っても3玉しかなかったけど、多分売れちゃってたんですよね。だから3玉だけというか、もっと欲しかったんですけど3玉買ってきました。この色はですね、この色は3玉買ってきました。すごい綺麗、これ好きだな個人的な意見ですけれども、あとは多分これ3色展開だったと思うんですけど、店頭には3色しかなかったんですけれども、これジャンコードこちらですけれども、これは499番スモーキーブラックって書いてます。ラメが入って綺麗な、ちょっとこう薄い感じの黒ですね。それに白っぽい感じが、グレーっていうかね、このラメが入ってて、何を編もうかなとか思いながら、これもやっぱりこの糸が好き誰も聞いてないけどこの糸が好きなので、これもまだありましたけど、これは2玉買ってきました。グラデーショングリッターでしたっけ、前あったの。グラデーションラメからグラデーショングリッターになったのかな。もう私も糸がもうないので、去年一昨年とかの分ちょっと分かんないんですけど、こういうのありますよね、ありましたよね。でもこれは多分新しい糸だと思うんですけれども、これとあと一色ですね、こちら、500番のミストブルーですね。ジャンコードがこちらです。こういうのがあったような気がするんですよね、去年も私買ったような気がするんですけれども、なんかもう毎年いろんなものを買ってて忘れて、でもうなくなっちゃったら分かんないんですよね。皆さんこう去年の分と比較してみましたみたいな動画出されてる YouTuber さんいらっしゃるじゃないですか。ああいう方すごいなとか思って、私去年の分もないんですよね。余っててもなんかぐしゃぐしゃで比べようがないみたいな感じなんですけれども、こういうのは使ってしまってると思うんですけど、これも2玉買ってきました。多分これは3色展開だったと思うんですよね。店頭には3色しかなかったので、とりあえずそのネップラメとこのミストヤンは、他にもありましたけれども、ミストヤンが4色だったと思うんですけど1色しか買ってなくて、このネップラメも3色店頭にはありましたけど1色しか買ってません。あとはメランジテイストですね。メランジテイストは、全色こう買ってきたんですけれども、この間5色しかなかったって購入品紹介で言ってるんですよね、私ですね。でも今回は全部あったので、またこの間ね、5色使ってモーリーの花をつけて、バッグを編んだんですよね。全色使っ5色買ったのをね、5色全色ですね、だから5色買ってたので、それでモーリーの花をつけて、バッグを編んだんですけれども、また新しく1玉ずつ買ってきました。その糸は前の購入品紹介でご紹介していると思いますので省きますけれども、その時に買えなかった分がこちらですね、これダークベージュ、179番のダークベージュ、これがなかったんですよ。なのでまたぐるぐる回しますけれども、こんな感じのジャンコードです。もうメランジテイストは前の動画でご紹介してますので、ジャンコードとカラーナンバーだけで終わりますけれども、これがなかったのでこれとこれを1玉と、そしてこのネイビーですね、ジャンコードがこちらです。そしてカラーナンバーが180番のネイビー、これと3色なかったんですよ。で、一番この気になってたのになかったんですよって言ってるんですけど、その動画で。その色がこれです。181番のイエローグリーン。ありました。今日はね、すごく揃ってました。これ、ジャンコードがこちらです。
もうね、編まれてる方いらっしゃると思うんですけど、これ実はですね、ここ下の方にも今全色置いて、ここ置けないんで、メランジテイストは全色下の方に、2、4、6、8色買ったので置いてますけど、この間ですね、私、いつもこういう袋をね、買いに行くんですよね、このスーパーの袋。なくなったので、今日も実はこれを買いに行ったんですよ。これは紹介しませんけれども、そしたらたまたま、コメントとかで教えてもらってた糸がいっぱいあったので、買ったんですけれども、この間も、何かを買いに行った時に、実はこの糸と、3色あったんですよ。今ご紹介したメランジテイスト。でもその時は、ここ、飛ばしちゃって構わないんで、切っちゃっても構わないんですけど、最後にもう一つだけね、大事なものをご紹介したいんですけれども、このネイビーを買いませんでしたって言って、私ね、もうこの、今購入品紹介撮ってますけど、その前にまだ今編みかけの、バッグがあるの動画を半分撮ってるんですよね。でもまだちょっと出来上がってなくて、その動画で、これとこれを買いましたっていう感じで言ってて、そして結局ネイビーは、あったけど買いませんでしたって言ってるんですよ。だからこの後に多分そのバッグの動画が出ると思うので、これはこの購入品はですね、そのバッグを編んだ後に買ってきたものなので、ちょっとごっちゃにこうなるかも、なんか言ってることが分かんなくなっちゃうかもしれませんけれども、この購入品は今日買ってきたものです。で、今編んでるこのネイビーを買いませんでしたっていう、今編んでる途中まで編んでるバッグはまだ出来上がってないけど、これの前にですね、この購入品紹介の前に編んでる動画なので、なんかこうごっちゃにこう話がこう合わないところがあるかもしれませんけれども、とりあえずですね、買ってきたものをご紹介したかったので、バッグはまだあと少し編まないと動画が完成しないので、こちらを先に撮ってますので、話がね、違ってるところがあると思いますけれども、そこら辺はちょっとご了承ください。で、あとはですね、グルーガンが私よく使うので、このグルースティックですね、これはもうパパッとご紹介しますけれども、これを買ってきました。結構ね、お花つけたりするので、これを買ってきて、もう一つなんですけれども、私初めて見たんですよ、これ。もうこんなのまであるんだとか思って、室内用のシューズ底、これ2枚組ですよ。2枚入ってる。だから、これを、でもね、これ 24.5 センチって書いてるので、大きいんですけれども、まあ、ルーム用のシューズなので、別に、ね、少々大きいでも構わないじゃないですか。で、ちっちゃいね、赤ちゃん用みたいなのもあったので、買えばよかったなとか思ったけど、その時はなんか、これしか手に取らなかったんですよね。でも本当に、子供さん何センチぐらいだろう、本当にちっちゃかった。ご紹介すればよかったなと思って、後であれも入れとけばよかったなって思ったんですけど、ちっちゃいお子さんとかね、いらっしゃる方なので、私もめいっ子にはちっちゃいかなとかも思って、めいっ子のところにもちっちゃいかなとか思って買わなかったんですけど、まあ、今度行ってまた会ったらですね、買いたいんですけれども、なんか本当に赤ちゃんじゃないけど、どのくらいだっただろう、はっきり言えないんですけど、ちっちゃい子供ちゃんが履くみたいな、多分ちっちゃかったと思うんですよね。私が入れなかったんで、本当の子供サイズぐらいならね、幼稚園とか小学校とかの子供サイズなら買ってたと思うんですけど、ごめんなさい、はっきり言えないです。でもカゴに入れなかったので、多分ちっちゃかったような気がします。本当にね、小さなこういうのもありました。これは 24.5 って書いてるんですけど、それもちょっと手に取ってみればよかったなと思ったんですけど、ちょっと慌ててたんで、さっさっさっと行っちゃいましたけれども、これですね、ジャンコード。こんなのまであるんだなと思って、私、何年も編み物下手ですけどしてますけど、ルームシューズとか編んだことないんですよね。だから、こういうのがあったらこれに編みつけてできるなと思ってですね、ちょっと編んでみようかなと思って購入してきました。かぎ針編みの室内用シューズにって書いてます。かぎ編みの室内用シューズにって書いてます。なので
これね、いいなと思います。ね、底板、バッグの底板が出た時も、うわ、嬉しいとか思ったけど、これもすごく嬉しい。なんかこれに編み付けるだけで、ルーム用シューズがうまくできるのかなとか思いますけれども、一応これを1個だけ買ってきました。試しに編んでみようかなとか思って。まあ、すぐにではないですけれども、ね、こういうのもありましたという。ちょっとこれがちょっと今日びっくりしました。前からありますか？私のところが、出るのが遅かったのかもしれませんけれども、まあ結局、買いました。何が言いたいかわからんけど。でもね、本当に新しい糸、たくさん出てて、すごく見てて楽しかったです。ちょっとね、本当に今日バタバタしてたので、もうまだゆっくり、じっくり見たかったんですけれども、とりあえずね、変えたので良かったと思います。コメントでね、よく教えていただく、方いらっしゃるんですけど、本当にありがとうございます。見つけましたよ。ないんですよってね、コメントでもよく返すんですけれども、その方すごくね、いろんな糸の、新しい糸のこととかも詳しくて、よく教えてくれるんですけれども、もう本当ダイソーさんになかったので、なかったです、みたいなことをね、コメントでお返しするんですけど、ありました。大きい声で。ありましたよ。買ってきました、自分が好きな糸は全部買ってきました。あと、本当に、ここに乗らないんで、下の方に置いてますけれども、メランジテストもまた全部、全色、8色ですね。8色買ってくることができました。よかったなと本当に思います。今日はね、爆買い。本当に爆買い。こんなにね、ダイソーさんでまとめて糸を買ったことは多分ないと思います。自慢じゃないんですけど、別に自慢してるわけじゃないんですけど。でもね、結構買えたので嬉しいなとか思います。ね、今からね、ちょっと夏場はですね、なんか、編むのも楽しかった。ここ余談ですから飛ばしてくださいね。いつものごとく雑談ですけれども、夏場はなかなかやっぱり編みたいけど、うーんって感じで、あんまりなんか動画も出せてない気がしますけれども、なんかメランジテイストが出たあたりから、ちょっとまた意欲が湧いてきまして。夏糸が苦手っていうのも結構あると思うんですけれどもね、今からね、まだまだ暑いです。この間はすごくね、なんか涼しかったんですけど、まだまだ暑いんで、なんか編み物どうかなとは思う方もいらっしゃると思うんですけれども、もうどんどんこのね、新しい糸が出てきてますので、なんかまた意欲がちょっとずつなんかこう湧いてきてますので、同じような編み方で同じようなものしか編めないですけれども、またいろんなね、ものをね、編んでいきたいなと思います。今日は、こんな感じで、ただのっていうか購入品紹介になりますけれども、すごくいっぱい買えてよかったです。もう上に乗り切らないぐらい下にもね、メランジテイスト8玉、8色ありますので、またね、今から、秋、向けて、秋冬に向けていろんなものをね、編めたらいいなと思います。なんかあんまりね、こうなんか同じようなね、感じのものになっちゃいますけれども、糸とかね、組み合わせ、いろんなね、色とか組み合わせて、引き揃えとかそういうので、少しでも参考にね、していただけたらなと思って編んでますので、また次のバッグ、今編みかけのバッグもいろんなじゃないけど、ちょっと組み合わせてますので、またね、楽しみにしてって言ったらがっかりさせるちゃうかもしれないんで言えないですけれども、またね、動画できたらっていうか、完成したら動画にしますので見てください。今日は購入品紹介ですけれども、最後まで、変な雑談も中にありますけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございました。このルームシューズのね、本当に底板っていうかね、これは本当にね、嬉しかったです。こんなのも出てるんだと思って、皆さんね、もうご存知な方もいらっしゃるかなとは思いますけれども、私は初めて見たのでちょっとびっくりしました。こんなのまで出してくれてるんだなと。はい、今日は、こんな感じで、動画を撮りました。また何かできたらね、ぜひ
遊びに来てみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。いつも雑談が入って本当申し訳ありません。もう本当にババッと飛ばして、あのね、糸のところとかこの購入品のところだけ見てくださいね。もうご紹介されている方がいらっしゃると思いますので、ご存知の方も本当に多いかと思いますけれども、パパパパパッと見てください。私が初めて買ったのでちょっとね興奮して動画撮っちゃいましたけれども、本当にまた何か編んでいきたいと思います。今日も本当に最後までありがとうございました。ぜひまた次も遊びに来てください。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。